どうもこんにちは、もやしです。今回は資格試験のためにとある場所に行きます。資格の内容などは後ほど解説したいと思います。ってことでここは JR の新宮です。現在通過しているのは黒潮6号と思われる283系です。それではこの外回りの快速で大阪まで行きます。さて大阪に到着。混んでいたので階段で上に上がって動画で撮影だと思われますが改札を出ます。外に出て淀橋の前を通って向かうのはソウル阪急大阪梅田駅です。それでは改札を通って今回向かうのは3階もある石橋3階前なので宝塚線ホームに向かいます。急行が出発間際だったので普通に乗車します。さて梅田を発車、ここから着くまでの間に軽く今回の資格について説明したいと思います。今回受けたのは危険物取扱者の OX4 類です。この第4類の危険物は主にガソリンや灯油など身近なものが多いのでよく必要とされています。合格率は3割ほどで535問のマークシート式となっています。それだけだと簡単に感じますが法令、物理科学、危険物の特性の3種類それぞれで6割取る必要があり結構難しいです。さてこの専門とも言える3台もある石橋に合格、知らない間に石橋3台前に変わっていたんですね。それでは本気で受けてきます。一旦カット。さて駅に戻ってきました。手応えとしてはまあまあです。それでは次の用事があるのでそちらに向かいます。それではこの通行で梅田まで帰ります。さて帰ってきました。昼ご飯は安定のメニューです。さてパパッと食べ終わってここからは JR に乗ります。さて乗車レグは遭遇率の高い LS15 マリオラッピングです。さて新今宮に帰ってきました。ここからは南海に乗って我孫子前まで行きました。さてメインも半回電車我孫子道車庫に到着。そうちょうど今日6月11日は半回電車祭りが行われておりその様子を見に来ました。まずは車庫に休憩所として用意されているこれに乗ります。さてこの車両に乗るのは初めてなのですが段差がなく結構乗りやすいですね。この後座ってみましたが新しい割に柔らかかったです。さてこのサディントンではなくこっちの車両を見に来ました。到着63型です。東にまとまくで止まっていました。その後は終了時間までいろいろ見たり買ったりしながらゆっくり楽しんで帰りました。